函館記念競輪4日目第9レースがまもなく発走となりますが、こちらのレースはどのような展開になりそうでしょうか。そうですね、こちらレインボーファイナルってことで、はい、選ばれた選手がね、今年の1月から3月の上位9名の選手が選出されているので、はい、本当レベルの高い A 級の中でも、はい、最高峰の選手たちが集まってますよね、はいはい、そもそもこのレインボーファイナルレースというのは何のために行われるレースなんですか。そうだね、これは本当 S 級に特進させようとして、はい、本当ボーナスレースじゃないですけど、はい、みんなにチャンスを与えるっていう夢のある企画だと思うんだよね。なるほど、はい、A 級選手の中でもそのどのような選手が、先ほどの S 級だったっていう選手ですか。そうですね、A 級の中で競輪選手、競輪の点数って、1月から6月までが1期間、はい、で7月から12月までがもう一期間って言って期で分かれてるのね。あ、そうなんですね。そう、それなんで今年の1月から3月までの上位の上の点数高い方から9人が選ばれてここのレースに選出されてるので、なるほど、本当今の A 級の中でもトップ9の中に入ってる選手たちが今日選ばれてて、はい、でここで3着まで入ればなんと S 級に特進ができるの。あ、そうなんですね。そういうね、はい、夢のあるレースなんで、なんとか今日の9選手は、はい、なんとか3着まで入りたいなという気持ちでみんな走るんで、S 級に上がったらそこから降格することはないんですか。今季を入れて来季再来来季って、はい、来年の6月までは S 級が確定する。あ、なるほど、うん、システムなんで、これは本当にじゃあもう絶対取りたいレースですよね。絶対3着までには入りたいレースだよね、はい、みんなね。A 級と S 級ではやっぱり賞金も全然違うんですか。うん、やっぱり全然違うね。なるほど、はい、やっぱり S 級はね、グランプリは1億円だしね、はい、やっぱりこの函館記念競輪も400万優勝者はあるので、やっぱり夢が違いますよね、はい、A 級のレースと S 級のレースというのはそもそも何が違うんですか。そうだね、A 級のレースっていうのは、はい、1回主導権を取ったら1回ペースを落として、それで後ろに後方に回った選手は一回構えて様子を見る、はい、そういうレースが多いんで、結構ラインで決まるレースが多いんだけど、はい、S 級選手を見てると分かるんだけど、一回打掌で先頭体制入ったらすかさずまた後ろのラインがまたかましてきたりするので、ペースが緩まないんだよね、うん、はい、そうだから早めからレースが始まって、 S 級っていうのはそういうレースなんだけど、 A 級っていうのはやっぱり一回出たらペースが緩んで、ちょっとペース的には選手的には楽なのかな。なんかラインで決まったりするレースが多くて、まあ、A 級のレースを自分で見てる時にちょっとかけたりしてたんですけど、あ、はいはい、そしたらやっぱりラインで決まるレースがすごい多いなっていうイメージはあったんですよ、ね、A 級のレースは。そう、それがだから A 級と S 級の違いかな、はいはい、でもここで A 級を走ってる9名の選手は俺も現役の時に去年とかまで走ってた、一緒に走ってた選手なんで、もうほとんど9名 S 級選手のイメージだよね、俺からすると、はい、そのぐらいレベルが高い選手たちなんで、まあ、これなんとか3着まで入って S 級特進してもらいたいよね、はいはい、この中で今日この選手来そうだなとかいう注目の選手はいらっしゃいますか。やっぱりね、3着までって言うとみんなプレッシャーというかね、自分の中でかかると思うので難しいんですけど、でもやっぱりね、小原選手は、かましとかまくりが得意な選手なんで、はい、まあ、最初が主導権を握るっていうレースじゃないのかな、はい、まあ、スピードを生かしてっていう感じなんで、小原くんも本命視したいしね、あと久木原くん7番車、はい、埼玉の選手で短期なんですけど、はい、まあ、この選手も本当最近ね、まあ、ダッシュ系の選手なんですけど、仕掛けも速くなったしね、すごくその辺が心強いんで、まあ、今日短期なんで気楽にいけると思うんで、はい、まあ、主導権争いが何かあれば一まくりできるのかなって思いますよね、はい、どのラインが主導権争いの可能性が高いですか。いやね、もうね、一番のね、はい、橋本選手、はい、もう徹底先行で、もう本当先行しないと力が発揮できないタイプなんで、はい、もう橋本選手が先行するのかなと思うんですけど、やっぱりね、橋本選手はね、来季も A 級の点数なんですよね。 A 級が決まってるんで、もう絶対どうしても何としてでもここはね、3着まで入りたいんですけど、そのね、心強いのが、ね、後ろにつく4番の金成選手、はい、金成選手も来季から S 級の点数持ってるんですよ。なのでなんとかここは自分は別に3着までね、はい、来なくてもなんていうんですかね、1番の橋本選手はある程度まで援護して、はい、
っていう気持ちもあるのかな、まあ、でも金谷選手も優勝したいんでね、優勝賞金がやっぱ100万超えてるんで、やっぱその辺はやっぱプロなんでね、1着目指して走ると思うんですけど、どっちの気持ちが高いんですかね実際。でもかなりもいいやつだからね、やっぱその辺もね男気あるんでね、なんとか橋本くんのアシストしてね、なんとかね1着3着まで2人で入りたいなって気持ちは強いんだと思うんだけど、橋本君やっぱ徹底先行なんでね、ここは他の選手はそこの3番手狙いたいですよね、2番の日野選手はどうですか。まあ、日野選手もね、あの後ろに大先輩の大竹慎吾さん連れてるんで、やはりそこはちょっとね、中途半端なレースできないなっていうところがあるんで、なんとかここでやっぱり大竹さんにも頑張ってもらってね、3着まで入れたいなって気持ちあるんじゃないですかね。6番の、水戸選手ですね。水戸選手はどうですか。はい、水戸選手は広島の選手でね、あの後ろに吉永選手つけてるんで、吉永選手は本当徹底マークの選手で横も強い選手なんで、はい、そこはやっぱり頑張れた気持ちがあるんじゃないですかね。はい、なるほど。私一番車の橋本選手の写真を見たときに、はいはい、すごいポップでキャラクターみたいで可愛らしい選手だなっていう、そうだね、うん、はい、印象があって、すごい印象が強く残ったんですけど、うん、このバック回数が16と飛び抜けてて、16ってすごいよこれは、はい、本当にすごいなって、ほとんど先頭で通過してて、はい、しかも先頭で通過してるけどレーンに絡んでるからね、はいはい、そしてあと逃げが10でまくりが5ということで、本当になんか足の力がある強い選手なんだなっていう印象は受けたので、うん、そうだよね、はい、だから A 級だとやっぱそのぐらいの力は発揮できるんで、はい、だから橋本選手がだから S 級になんとか上がってね、またカムバックしてもらいたいなっていう選手ですよね、はい、頑張ってもらいたいです。はい、これは今どういう展開になってるんですか。そうですね、前取ったのが日野選手なんで、はい、まあ、後ろの3番の、ね、小原選手が1回出て橋本選手を迎え入れて3番で取りたいなっていうようなレースじゃないですかね、はいはい、短期の7番、まあ、これ吉永選手前ですよね、外に外して1番の選手がなかなか来るのをね遅らせて、はい、1番の選手はやっぱり橋本選手は先行しないと力を発揮しないタイプなので、後方に置けばね誰にもチャンスがあるような、でもここは1番のね、橋本選手一気にかましてきましたね、はい、ここで2番のね日野選手がどうやって対処するか、小原選手もね普段はかましとかねまくりが得意なんですけど、今日は先行勝負ですよね、はい、7番の久木原選手は、久木原選手は短期なんでね、はい、もう気楽に最後も緩んだところっていう感じですけどね、まあ、後方になってしまいましたよね、はい、まあ、日野選手が必死にねゴール前行ってますけど、大竹選手もやりましたね、日野選手ね、はい、さすがだと思います。大竹さんもよくね、大竹慎吾選手もよくついていって、これで S 級特進ですからね、いや本当素晴らしいですよね、はい、おめでとうございます、はい。